ロジウムは原子番号45の元素。元素記号は RH。白金属元素の一つ。貴金属にも分類される。銀白色の金属で、比重は12.5、融点は摂氏1966度、沸点は摂氏3960度。常温、常圧で安定な結晶構造は、免震立方構造で摂氏1000度以上に加熱すると単純立方合子になる。 加熱化において酸化力のある酸に溶ける。黄水には難用。高温でハロゲン元素と反応。高温で酸化されるが、さらに高温になると、再び単体へ分離する。酸化数はマイナス1化か,からプラス6化までを取り得る。レアメタルの一つである。地殻中の存在量は 200ppt と安定度位体がある元素の中では、 レニウムとオスミウムの 50ppt についで2番目に少ない量である。ギリシャ語でバラ色を意味するローデオズが語源。これは使用の水溶液がバラ色になるため、需要の大半がガソリン車のハイガス浄化用触媒である三原触媒の1、材料として使われ、一酸化炭素や窒素酸化物の浄化を主に担っている。また、メッキにも使われ、特に銀やプラチナ、 ホワイトゴールドなどの銀白色の貴金属性、ソーシングの着色、保護用に多用される。プラチナとの合金は、ルツボや熱伝体に利用される。有機合成化学においては、不法和結合を水素化する際の触媒として有用な、ウィルキンソン触媒の中心金属で、直鎖炭化水素を脱水そして、方向属を製造する触媒にも塩カロジウムが、使われている。 2014年には自動車用触媒向けの需要が増加し、過去30年で生産量が最高となった。1803年にウィリアム・ウォラストンによって発金鉱石から発見された。現在でも白金鉱石から不純物として産出される。2014年に価格は1、3ほどで同等以上の性質を持つ合金が京都大学により開発され、 大体利用が期待されている。これは周期表上でロジウムの両隣に位置するルテニウムとパラジウムとの合金であり、通常は合金にならない金属同士を原子レベルで混ぜ合わせることでロジウムに近い電子状態を形成する技術である。ありがとうございます。